前回のあらすじ。頼む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 、倒せ倒せ、あぶねえ。そして物語は続いていく。よし、寝る前にサクッとやるか。あらすじを説明するんだ。姫様を説得できたらセラピの枕を貸してやるぞ。造語などに心奪われるなんて私の名前通じないでしょうか。ああ姫様、芸能画像手に入れると言って騙されてる。 B、 ありがとう。お前ら、あ、これは助かるな。まあ、こいつらが今の、まあ、とりあえずあらすじを全部説明してくれたっていうことで俺はだいぶ楽をできた。どう行けばいいんだ、上か。あ、こっちでも行けんな。まあいいや、上行こう。とりあえず姫様に話しかけよう。こいつか、芸能家さん。こいつなんかあの四天王のなんかあいつに似てないか。ちょっとなんか、なんじゃ、おらおら何か言おうかい。なんと時の国を包んじゃった。いや絶対に嫌じゃ。わらわは永遠に美しいままゾーマ様と二人で生き続けるのじゃ。ああゾーマ様ダメじゃん。でもあいつは どうにかなんねえのか。なんなんだあいつは。なんか裏があるんじゃねえか。なんかあそこ怪しいね。下怪しいな。どうやってあそこに行くんだこいつらは。控えなさい。うるさい女の夢、永遠の若さ。女の夢なのか、これ分かんなくね。実力行使者、お主らの姫の風呂は、この息子の巻き方、背中に記されてすげえな。余計なところも見るじゃないですか。何なんだ言ってよ。どっから行くの。なんか案内してくれてね。うわ、ああ、そっか。俺がさっき行こうとしたところか。ああ、だらだってだ、風呂。こっから覗くってこと？違うか。いや、こっちは怪しいな、これ。あ、なにこれ。あ、夜になると風呂に入る。こっそり空を覗く。はぁ。宝箱は取っていい。ほら、あからさまに、は？え？え？マジかよ。なにこれ。どういうこと？細長くって糸をつけて使うもの。何釣り堀箱の下にある。隠れるならこんな国がいい。匠の竿、やっぱ釣りじゃん。問題はここからどうやって脱出すんの。おお、あれもしかして運が良かった感じですか。また宝箱、これまた罠じゃないか。落とし穴。ダクソを手に入れた。マークスメロを手に入れた。夜まで待てばいいんだろ。これどこここって。謎の。てる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 。夜は待つかじゃ。この曲を聴きながら、俺たちは夜まで待つ。ドン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 。もうすぐ夜だな。前の曲も懐かしいよな。あー、すげえ曲だ。寝る前に聴いていい曲じゃない気がするからな。まあ、ありなんじゃないか。夜になったこれ。これ夜だよな。あ、夜だ。よし。この曲ゴージャスじゃね。この曲をなんかなんつうの、一言っつうかなんかそれで表現するとしたらゴージャスだろ。これは完全に。さあさあ風呂覗っかな。なんだこいつら、騙されてるピ。こいつらはあれだな、まともだな。上行ってもまさか問題の時が来たぞ。こっからだな。おっとこれは、お主らから三つ星が書かれている。左から順番。青、赤、白。ほう。なるほど。あー、リーナがそっぽ向いてるよ。マニーロ、ギリアム、ダンク、お前ら、とてつもない奴らだな。こっから行けんじゃねえか。おー、なるほど。あ、焦っちゃった。忘れて、俺は。青、赤、白。で？これなんだっけ、もう忘れちゃったよ。なんのあれだったっけ。あ、時の鍵なりかだっけ。宝物庫、青赤緑、違う、青赤白か。あ、青赤白。ふふ。もう誰だろう。そう、今日は特別あれだな。記憶力はあれだ。全然、記憶に全然定着しねえのか。あれ青赤白。そうだよ。それと同じ色の星がその扉にもあるじゃん。どの扉。
左側の扉？おお、よくわかんないけど押したか。右の扉、はい、これは罠だろ、実は罠だろ、開かんぞ。印は、うわ終わった、やっちまったな。これ鏡に、なんじゃこの騒ぎは。どういうこと、鏡に映す。姫様いい加減になされ、人は年老いて死んでいくのは定めですぞ。いやじゃ、わらわおばあのようにしわしわになりとうない。失礼なこと言うな。わかりました。じゃ龍野の扉をぶち破って鍵を奪うんじゃ。しまったかぼう、何もやってほしまい。嘘、バトル始まる。しかし、お、破壊するのはお任せ。いい、リースさんやめて。女の争い、ガッハッハ、ドリャー豪快な、ババアだな。つったらもうぶっ殺されるんですな。今のうち鍵を取っちゃえ。鍵渡すな、突撃じゃ。めちゃくちゃだな。めちゃめちゃよ、ほんとめちゃくちゃだよな。これがいいとこだな。ああ。してんの。ああ、俺この姫様がこいつだと思ったんだよね。ふふふ、バカ騒ぎしてる間に鍵はいただいたぞ。あら、マジで。しまった。おー、よかった。鍵を渡してたから、わら、永遠の若さ。知らんな。愚か者め。そんな約束が違うではないか。わら、俺の美貌が。美貌が。美貌病ってうるさいわね。鼻にかけると、見苦しいわよ。お主の豊島には。ああ、やっちまったな。なんだと。おいお前たち、鍵を奪われてるんだぞ。ちょっと慌ったろうな。こいつら面白いな。そうだ、早く取り戻せってば。なんだ、どうでもいいんだよ。なんだこいつは気に食わん。二度より立ちが悪い。何、巻き添えじゃねえかよ。あー、まためんどくせえことになるぞ。ちょっとなんで私、ここまでバカじゃないわ。無礼な下船の者がおられるかって。おい、お前たち、人の話を聞いてるのか。付き合いきれい、私は帰らせても、帰るな、お前は。ああ、帰っちゃった。もうちょっと楽しみたかったのにな。行っちまったぞ、おい。何もかも、こいつのせいじゃん。みんなのもの、言って返すのないわよ。望むところよ。おー。すげえ、これ。乱闘騒ぎ、どうにかしてくれ。お前も行ってこいよ。これ楽しそうじゃん。じゃあ誰の生産あったの。セカラだ。ガッハッハ、愉快。人の血を思い出した餌使ってみるか。おやめろ。どりゃー、なんでもありだな。この愉快な音楽よ。全員寝込んでんじゃねえかよ。よくわからんじゃん、使う方がいいな。何しに来たか分かってんのか。忘れたよ、セラピーの場から。そうだった、貸してもらえないわ。貸してくれんの。何を言いますじゃ。鍵が取られたがこれで姫も目が覚めたことじゃろう。宝物この夜持っていくがええ。マジでいいの、本当に。ありがとう。気を取り出していくとするか。なぜお前が仕切ってんだ。大丈夫あんた。そうこそ、まだ出されてんのか。寝込んでしまわれた。まあいいんじゃないか。人生そんなもんで。期待したらもうおしまいなのさ。な、宝物庫。あ、繋がってんだこれ。あんま暴れたからな。あ、じゃあこれ全部取れんじゃね。お宝ただ取ろう。あ、いきなりか。いきなり当たりを引いてしまった。で、月の雫。いいもの一般じゃないかよ。さあ、これで。あ、そっか。変な、モグラの村か。に行かなければならないんだ。さあ、行こうか。ヒュールできるか。お、グラモール。グラモールって面白い名前だな。グラビモスみてえじゃん。あ、その名前なんだ。でも多分ここあれでしょ。またおそらく。ここはその地底の国だと思うんだけど。祈りは距離を超えて伝わる。さあ、勇者たちを。行くがいい。ああ、そういえば、探索してえな、ここ、そういえば。俺たち探索してないよ。
まあいいわ。夢の世界に行くなってよ。あれじゃね、下手したらなんかあれだよ、ね、夢の世界に行くって展開になったらそこ脱出するまで一生戻れないというパターンがあり得るかもしれない。持ってきたぞ。おう、モーグお願いします。持ってきたよ。モーグの夢の中に入る。おう、いいよってやるじゃん。頑張って魔物を退治してくだされ。わかりました、10分で終わらせてやる。多分無理だな。こっから、あ、いきなりあれか。あれ、どこ、ここ、なにこれ、あなたたちは誰、どこから来たの。おぬしらセラビの枕を使ったのか。言うとこに来てくれた。この世界のとりあえずの魔物を忘れて倒すができん。は、力貸してくれ。まあまあいいやつなんだね。罠じゃねえかこれ。北の塔にいる。どういうことか。北にいる。何そんな、え、ただの、なんだこれ。僕の心の一部愉快です。忘れちゃダメ。どんな時は笑い忘れちゃダメ。まあいいことだ。理性、バラバラの状態、力を出すかで、ね、勇気を探してください。何ここ、なんだこの意味深な場所は。ちゃ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 、臆病、こ、怖いんだな、めちゃくちゃ怖いんだな、やってらんないんだな。頭にくるぜ、まったく。勇気助けてくれよ。なんで俺は行かねえかって。怒りで事態が解決するか。お、なんか名言じゃん。怒りで事態が解決するか。なんなのこの洞窟の曲は。ポンポン。モグの心の一部、絶望です。モグの心は魔物のせいでバラバラに分解され、勇気奴に連れてかれてしまいました。パパンデデ。何ここ、なんかあんじゃね、怪しいな、ここあからさまに怪しいぞ。あからさまに怪しすぎるぞ。なんかどっか入れないのか。何ここ、絶対一番怪しかったぜ。宿屋入ってみようか。出てる。お、ヤッホー。宿屋。安いね。まだ、あ、いいや。あ、動画よかった。まあ、今んとこはいいや。まあ、とりあえず施設はあるんだな。まあ、それってまあ助かるわ。うわ、結構あれだね。割と思ったより、なんか長期戦になりそうだな。北だべ？北の塔、南とか何があるんだ。ここは行き止まりか。あ、なんかあるね、見えたぞ。何か見えた。他にもなんかあんじゃね、むしろ。なんもないか。あ、なんもなさそうだね。あ、ここだけだな。おー、は、何これ。でもこの曲久しぶりに聞いたな。え、ちょっと待って、わけわからん。あ、こうやって行けばいいんじゃない。てれてれてれ。あ、こうやって。あー、そういうことか。いや、わけわかんねえな。てれてれてれ、俺たちは、わからないよ、これからも。そうか。まあ、やっぱ、バトルすべきなんだけどね。本当は、新しい場所にいて、新しい敵とのバトルをしなければならないっていう、まあ、気持ちもわかるんだけど、なんかもう、まあ、あれだよな。中毒なんで俺は。俺は守りの煙を吸いすぎてしまった。この守り煙を吸いすぎてしまったことによっても完全な中毒者になってしまったから。申し訳ないけど。これどこ？全然わかんない。あ、なんかいる。あいつか。どうやって行けばいいんだ、そこ。あれ？全然わかんない。あ、なんか近づけそうだな。近づいてるぞ。多分近づいてる。しょうがない。ちょっと一戦だけじゃ混ざってやるか、じゃ。デレデレ。あれ？ん？いけねえな。さあさあ、どうなってきてるか。なんだこれ。フライングヘッド。かっけえ。この曲はかっけえ。トゥルントゥトゥルントゥトゥ。あ、全然、大したことねえじゃん。あ、やべえ、強えな。うーわ。やべえ。やべえぞ、これ。やばくないか。ちょっとやべえよ。逃げるか。てぃーん、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 てぃーん。パンパンパンパランパラン、パラン。元気なーれ。やれ。
いって必殺とかひどくねえか。おーい、バシュンバシュン。経験値どんぐらい？まあ、だいぶ増えたな、経験値は。恐ろしいくらいに増えた。装備があるだろ、装備引いてるだろ。薬草ね、まあ、いや、ちゃ薬草もいい。もうそろそろ薬草もあるだろ、時代遅れの産物みたいな感じになってたの、そろそろ。で、あれだ、暴れてくれ。ポン。OK じゃん、あった。これで、これを吸わないとあるんだ。ちょっと気が狂ってしまう。あれ？気がかんねえな。そうだ、スーパーソフト使うじゃん。これ遠回りしてる。どうなってんだ、これ。絶対遠回りだな。うわ、気がかんねえ。わかりますね。おっとっと、あ、どっちか、あれだ、あれを踏もう。よし、いい加減これであれだ。やっとか、やっとこれであれな、先に進めそうだな。踏んじゃいけねえんだよ。どうやって行くんだ、そこ。どっから行くんだ。あ、こっから行けんじゃね。こっから行くのか。なるほどね。あんなんでわけわかる。絶対わかんねえだろ、あんなの。いや、やっと行けたか。これだいぶ苦労したな。いや、よかったよかった。こんにちはーす。よっ。俺様倒しに来たのか。モグの心がバラバラになってる限り。やだ。嫌な予感がする。この先は？モグの心がバラバラになってる。あ、なんかそれは、まあ、多分、バトルができるかできないかって、多分フラグだな。やってみるかな。よし。逃げていく。かっけえな、こいつ。おー。ドリーマー、あれも倒せそうじゃん。絶対これそうだな。ちょっとやってやるか。まあ、多分これ倒せない。避けた。避けられたね。避けた。あー、これはイベント戦闘か。なるほどな。なんかイベント、何か やんなきゃいけないことがあるんだな。じゃあ逃げよう。よし。マジで？どうすればいいんだ、これ。戻るか。あ、戻ればいいのか。その手はあるよな。戻るか、じゃあ一回。どうにもならんな、これは。なんか人がいるんだけど。何これ。勇気の場所が分かりました。部屋まで来てください。お。あ、わざわざこれやんなきゃいけなかったのか。部屋まで来てください。ここ一個なんか空き部屋があったよね。空き部屋とかなんかあれだね。開かずの間みたいな。よっ。南の洞窟に閉じ込められている。あ、じゃあ南行くのか、じゃあ。これから。じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん。ここは謎だな。ふぅ。これから南の洞窟に行くとしよう。それが僕たちの使命なのであった。どこから行くの？こっち？あー、なるほどね。はぁはぁはぁ。てれ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 。まあ、ここはまあそこそこ長い話になりそうだな。あ。おー。やってやるか。たまにはバトルやってねえだな。お前たちもかわいそうだ。ここの、ここ脱出したら多分こいつらに二度と会えないんじゃないかなと思ったら、案外バトルやっても悪くはないのかなっていう気持ちにも多少はなるんだけれども、やはりめんどくせえな。俺もなかった。リフル。やったじゃん。リフルって全員回復じゃね？もしかしたら。それはありえそうだな。よし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 、いいぞ。さあ、守りの煙を使って僕たちはこれを吸っていこうじゃないか。どこにあるかな、ここにあるかな。あ、これだね。なんかあるよ。ちょっと待って。一旦落ち着こう。よし、行くぞ。そんなわけで、何が待っているのか。ファインダーとネクスタイム戦争チャンスイン。